青空組に、入れなかったメンバー、これも名前をつけます。このチームは、雲組というチーム名になります。まあ、もちろんすごい悔しいっていう気持ちもあるんですけど、正直予想はしてたというか、受け止めるしかないというか、それを受け止めれる自分がいるのも悔しくてここでも諦めずに頑張りたいなって思います。はい、悔しい気持ちもあるけど、なんかもっと頑張らないとなっていう気持ちもある。ありがたい環境にも感謝して、多分そこでもらえた環境で多分全力でやっていかないと、僕は鬼も貢献ができないから、まずはここを頑張るしかないと思ってる。クマ組のメンバーだけでクマ組の今後を考えるミーティングを行った後日、ある発表のために集められた私たちクマ組メンバー。お疲れ様です。お疲れ様です。この間みんなで話し合いをしたのを踏まえて、スタッフの中でも方向性をちょっと話したので、その共有の時間をもらってます。はい、はい、でそこでみんなで話し合って出てきたダンス頑張りたい、ボーカル頑張りたい、そこをやっぱりいいなと思いましたし、プロモーションしていく上でやっぱりみんなにもミュージックビデオっていうものがあった方が良いんじゃないかなっていうところになったので、まずミュージックビデオを撮影します。まあ、デビューシングルもすごい頑張ってくれたと思うけど、また一致団結みんなでして取り組んでほしいなと思います。はい、はい、なんか本当になんかまだ前の話し合いの時は MV すらこの組はできるかどうかわからないっていう話だったので、私たちも MV だけは撮りたいねって話していたので、その私たちの組のダンスがあるってことが嬉しいし、ミュージックビデオをみんなで一からというか雲組で作るっていうのがすごい嬉しいことだなって思いました。感謝ですね。せっかく機会をいただいたので頑張りたいなっていう気持ちです。MV 撮影までちょっと時間もないんですけど、これから雲組として活動するための衣装っていうのを用意したので、この後フィッティングをしてこの衣装を着て11人で一致団結してこれから取り組んでいってほしいなと思います。はい、はい、ミュージックビデオ撮影の発表後、雲組として活動するための衣装合わせを行います。こっちも多分詰めちゃってるから大丈夫です。大丈夫、もう撮影してから待って。髪型もスタッフさんと相談の上新しく変えていきます。レトロ風にしてみた。私の三つ編み、ミーサ作、こっちはユーホ作。うまくない？ありあり、こんにちは。よかった、このままで。うわ、それかこんな。あ、ついてる。じゃ、この髪型にしようかな。どうですか？これがもうちょっとあと3センチぐらい短くなります。巻いてちょっと肩からちょっと浮くなりそうで、顔が見えるように。ここだけ下ろして、どっちもなるかも。なんかどっちも可愛い。こっち見て、うん、ちょっと目線だけ、うん、うん。こうして決まったのが、
お願いします。この日、ミュージックビデオの振り付けのレッスンのために集まった私たち。まずはレッスン前に私たちにいただいた曲を聴かせてもらいました。皆さんに本当はお聴かせしたいですけど、まだ秘密。すごい私の好きな曲調というか、なんかちょっと感動しちゃいました。雲組も青空組に追いつけるように、ダンススキルとかもいろいろ追いつけるように頑張らなきゃって今聴いててちょっと感じたなって、曲的にも自分たちもなんか勇気つけられたし、これからこの曲で皆さんを笑顔にできるようにこの曲で頑張りたいなって思いました。変わらないといいな。すごい残る僕たまになんだっけ。いよいよレッスンが始まります。右左でもあれ、一回もう体に覚えさせたら考えない方が絶対うまくいくと思うので。なんかすっごい難しくて、多分今までやってきた僕の曲で一番難しいんじゃないかなと思うぐらい、すごい細かい振りが多かったので、複雑な振りが多いじゃないですか。なんか一個忘れちゃうともう次から全然入れなくなっちゃって、でそれが辛いです。めっちゃ難しいです。もう頭はやばいです、本当に。どうしよう、焦ります。あと3日。一番苦手です。パフォーマンス全般なんですけど、ダンスだったり未経験のメンバーが雲組には多いので、クオリティはすごい上げないといけないなっていう課題があって、揃えるのとかもなかなか難しいと思うので、練習とかもちろん頑張るんですけど、個人個人が自分の見せ方だったり表情の使い方だったり研究してパフォーマンスができるようになりたいです。雲組の課題はパフォーマンス力の向上。スキル面での実力不足を口にするメンバーは多く、でもダンスとかも私は全然できてないから、ダンスも下手だしボーカルも下手だし、自分はまだダンスとかそういう技術面も選抜に入れるようなレベルじゃないので、課題であるパフォーマンス力を高めるために真剣に取り組むメンバーたち。そんな中、椅子に座りながらレッスンの様子を見ている秋田リアンちゃんの姿が。実は足を痛めてしまい、この日は大事を取って見学をすることに。今日はその怪我をしてて見学っていう形で、まあ、大事な時期にみんなに申し訳ないなっていう気持ちはあるんですけど、やっぱり今日が振り入れで、てか同じ雲組の子たちに置いていかれないかとか、そういう不安ももちろんありますし、ちゃんと練習に参加できないのがちょっと申し訳ないなっていう気持ちと不安もあります。でも練習するしかないなと思うので、まあ、上半身だけでも今日はできることは練習できたので、膝を安静にしつつ振りを何回も見るとか曲をずっと聴くとかぐらいは誰でもできることなので、そういうできることを
しっかりやって MV までに上達できたらなって思います。やった、さってやっていいって言われた、言われた、足動かさなければ。あ、動かした、大丈夫。不安にならないようにリアンちゃんをフォローするメンバーたち。今回のレッスンを見ていると、わからないところはお互いにフォローし合う姿が。これは前回のミーティングで長谷川ひとみちゃんが言っていたアイデア。一人一人多分意見も言いやすいと思うから、少ない方が。でも気になったことはダンス得意とか苦手とか関係なく、どんどん言ってって、それで自分たちで気づいたこととかどんどん改善してって、クモ組がパフォーマンス力を向上するためにみんなで支え合います。今ゆきちゃんに、あ、ゆきちゃんなくなってる。ゆきちゃんに教えてもらってました。雲組として青空組と分けられて初めてのレッスンだったのかな、だったんですけど、みんな教え合ったり、間違えたところとかは間違えてるよって教えてくれたりとか、すごいいい雰囲気というか優しい雰囲気に包まれてて、みんなで力を合わせて教え合いながら、MV がもう3日後なんですけど、その時に何だろう、いいものを見せできるようにみんなで練習頑張ります。やっぱりみんなには全然追いつけないし、あとはなんか自分から先生とかに聞きに行くのがすごく苦手で、なんかメンバーにも2人とかでやってると教えてって言いに行くのがすごく苦手 で、1人でやってた時に、今日は山口ゆあんちゃんと持永愛菜ちゃんが声をかけてくれて細かく教えてくれたので、2人には感謝してるし、あとはこここうだよってさらっと教えてくれるメンバーもいたので、雲組の団結力はもうここから始まってるなって思いました。ありがとうございました。ダンスの先生が帰った後も自主練は続きます。一回カウントでやってみる。そうしよう。まあ、これダン普通のところで何回もやったほうがいいと思う。確かに、うん、立ち上がるところは最後までずっと足並みたまにここで待機して、パンで全体はい、はい、はい、一気に全部ゆっくり早くから早くから。ダンスが得意な長谷川ひとみちゃん、持永愛菜ちゃんを中心にクオリティを高めていきます。なんかあれさ、ここがなんか恐ろしいだったから3回目がなんか長い息してない。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あとね、ここはやったんです。ちゃんと音はちゃんとやった。ミュージックビデオの撮影に向けてこうして結束力を高めていくクモ組メンバーたち。頑張るぞー。
体どんなミュージックビデオになるのでしょうか。次回僕は初の握手会、クム組メンバーの初握手の様子に密着。え、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか私と喋って楽しかったなとか、笑顔でなんか幸せだったなっていう感情になってくださったら私も嬉しいな。めっちゃ緊張してて、すっごい手が震えるか心配してます。あ、みずちゃんと握手できて本当に幸せだなって思ってもらえるように頑張ります。今回のナレーションは八重樫美沙が担当いたしました。ミュージックビデオを撮影できると聞いて本当に嬉しかったです。みんなで頑張ったので早く皆さんに見てもらいたいです。次回もお楽しみに。バイバイ。